ですね、これから斎藤の規制の斜面草刈り機、あぜ草刈り機なんですけども、四輪駆動で、斜めのところの、黒の部分を刈る機械なんですけども、 4WD なんで、一応これ、中古でうちで仕入れたものなんですけども、自分は4サイクルのエンジンはしょっちゅう、修理するんですけども、このダイヤフラム式のキャブレターはですね、チョークしてもらってですね、この燃料の、このプライマリーポンプをポンポンポンと押すタイプ、結構キャブレター、ダイヤフラムとか、ゴムのパッキンとか使ってるんで、その場で直らないケースがあるんですよ、部品を在庫してないと。これを今からちょっとキャブレターの部分、星ネジなんですけども、BMW とか外車でよく星ネジ使ってあるんですけど、六角ネジでもないですし、普通の、六角のボルトでもないので、これをこれからちょっと、部品在庫ないままエンジンかかるようになるかやってみたいと思いますね。今通常、燃料を吸気させてとキャブレターにやって、見る限り、汚れてますんで、スイッチをオンにしてもらって、アクセルは、スロー状態でエンジンかけてみようと思います。おそらくかからないと思いますんで。あらま。かかりましたね。さっきまでかからなかったんで。こりゃ、調整すればすぐ治りますね。ラッキーですね。こんな感じで、ものすごい汚れてます。で、相変わらず、四輪駆動の車輪はこのカパカパです。おそらく中開けてみないと、オイルシールかベアリングか、こういった斎藤の規制の四輪の 4WD の草刈り機はあまりいじりたくないんで、これからちょっとやってみたいと思います。ワイヤー関係はスムーズに全部動きますんで、こんな感じでスムーズに動くんですけど、早い話がエンジンかかって調子よくなってくれるかです。これからじゃあ調整してみたいと思います。持ってきてちょっと拭いてみましょう。拭けば立派なもんですよ、洗えば。こういう2サイクルの、仮払い機とか、草刈り機とか、あんまり面倒くさいんでやりたくないんですけども、売らなきゃしゃあないので、もし、欲しいといたら、これ現状で3万円で売りますよ。完全整備してしまうと高く売らないとダメなんで。キャブ掃除する前にこれ見てほしいと思う方いませんか？新品で買うとこれ、多分20万ぐらいするんじゃないですかね。20万で買えますかね。型式が SGC-S500、酒田に本社がある、今久保田で結構メインで出してるスパイダーモアと、似通ったような機械なんですけども、
まあ全体的にこのガタ気になるとこですね。このガタ、オーレックのスパイダーマンはこういうガタないんで、まあバラしてみないと分かんないんですけども、とりあえずエンジンの調整いきたいんですけども、この元からあの仕入れた段階から入ってる混合油も怪しいところなんですけども、よし、じゃあこれからちょっとキャブレターのセッティングするんですけども、まあ全然バラさずにここに、まあ拭くと分かると思うんですけども、チェーンソーと同じですね、チョークがあってですね、でローとハイと、ここにあのノズル、ジェットノズルがあるので、ここで調整してみてエンジンかかるかどうかなんですよね。この機械あんまり触ったことないから、初めて触るんで、一体こういうカバー開けてどういう理屈になってるか見ないといけないので、まあ知らないことに挑戦するときは楽しいですけども、やり尽くした機械やるよりは、まあでも面倒くさいっていうのがあるんで、どれかこの状態で本当にあの YouTube 見てる人、まあうちのあのホームページもあるんですけれども、まあこの状態で今さっき見せた通りエンジンはかかり気配しますんで、キャブレター掃除すればもうかかる、まあエンジンかかって刃のチェックとかいろんなさまざまなチェックしなきゃならないんですけれども、まあ、現状ということで誰か欲しい人いませんかね。めんどくさくてこのまま売りたい感じですよ、もう修理したくなくて。いったけ修理してきたんで、もう工具持つの嫌なんですよ。このままで買ってくれる人といたらラッキーです。機械屋さんとか買ってくれませんかね。うまくきれいにこう車輪とかこういうものを塗ればですね、なんか整備し塗れば、おそらくこういうところに四駆のチェーンケースがあると思うんで、ここら辺をまあよく開けてチェックしてもらって整備してもらえば抜群に使えると思うんですけども、まあこれからちょっとキャブ掃除して、キャブを掃除するというかかかりかけたんで、ここのキャブの調整でやっていきます。ちょっとマイナスドライバー用意します。マイナスドライバー用意しました。この隙間から入れようと思ったんですけど、はい、入りますかね。あ、入りますね。まあキャブ掃除には欠かせないのは細いマイナスドライバーですんで、まあ一番ちょうど良さげな、ここに見えにくいと思うんですけども、ここに2箇所あるんで、まあ容量通り整備していきますね。今エンジンかかりかけたんで、スローがもうちょい高くすればいいので、まあ見えねえな、まあ右回転に締め切りますね。締め切ってから見えねえ、締め切ってからん、締め切ってから回転半、これでちょっとリコイル引っ張ってみますか。片手じゃできねえな。ですね、エアスクリューは基本は1回転半なんですけども、ものによっては2回転半まで調整する必要性があるものもあるんで、
まあ、1回転半なんで、もう一度締め切って2回転半いきましょうか。見えねえな。
OK です。キャブレターの調整だけで完全に治りました。歯も全部治りましたし、非常にラッキーです。掃除する手間が省けたんで、まあ、この通り汚い状態ですけども、まあ、このまま全部動作は四駆も効いてますし、まあちょこっとしたレバーの硬さ直せば、あとは借り高さちょっと硬いんで、ここを直すしかないですよ。これこのロットかな。これだな。エンジンかかります。5万円アップです。5万円にアップです。買う人いますか？よろしくどうぞ。エアクリーナーも掃除して、これも掃除してと。最終的にエンジンかかりました。歯の回転も非常に高回転を確認しました。異音も感じられないです。そんでもって、まあハンドルの上下のワイヤーがこちら。このワイヤーを握ると、まあ、高さ変えられるんです。で、まあ、ハンドル左右、自分が安全地帯にいながら斜めのところを刈れるんで、あとはですね、これはオーレックと違ってハンドル長さ調整できるのかな？どうやら、まあ、これがこの長さなんで、ハンドルの長さ調整はこの長さ結構長いんで、これでやる。まあ、ハンドルの長さ変えられない感じで、まあ、元から長いんで、まあ、いろんな説明がここに書いてあるんですけど、まあ、これがアクセルを吹かすと。アクセルを吹かすと、ここがニュートラルの状態であれば、ただ吹けるだけですし、仮歯のクラッチ入れると、このままだと中立の状態で歯回るだけなんで、まあ、入りに状態してもらって、進行方向に入れてもらって、このままや、握って走っていただくと、歯が回りながら、前進後進してくれますんで、あとですね、ここのハンドルの、まあ、好きな位置に変えられるんですね、ここで。あとですね、借り高さ、高い、低いってあるんですけども、この辺のロット関係がどうやら動きが鈍くなってるんで、錆止めスプレーかければ、効くようになりますんで、どうしてもこの高い位置が効かないと、土掘ってしまう可能性ありますんで、まあ、ここら辺は、まあ、必須で直さなきゃいけないと。まあ、必須で、まあ、潤滑剤でかけてやれば、何度も入り切りすれば、いくと思うんですけども、まあ、歯もものすごい回転してたんで、見てるこっちが怖くなるぐらいなんで、あとはですね、この車輪のこのガタ、これありますけど、まあ、この状態で現状で買ってくれる人いればいいなと。他にやることいっぱいありますんで、大変重宝すると思います。斜面のところ枯れるんで。ただ難点は、こういうところ、このガタ。サイトはあるのかな、最初からこういうガタ遊び。まあ、おそらくないと思うんです。こんな感じですから。この隙間に多分おそらく泥とか入ってって、おそらく故障する原因になると思いますので、これは直さなきゃいけないと思います。ですね、あとギアの変速、高速と低速、スパイダーモアの SP850 あたりにはついてない機能ですね。足速くしたり、低速にしたりと。その分は速くできるんで、まあ、
この手のタイプの草刈り機使ってる農家さんも結構多いんで、まあ誰も買う人いなければ、綺麗にけん、して7、8万くらいで出しときゃいつか売れますんで、まあ現状で5万円ぐらいで買ってくれる人いたら大喜びです、こっちは。まあここら辺お金かかると思うんですけど、まあ普通に今は回転して回ってるんで、買ってくれる人が普通の農家さんじゃなくて機械屋であれば助かりますね。機械屋にそのまま職員やればこっちは安心なんで、もうこの中ばらして泥見るの嫌なんで、泥いちいち落とさなきゃいけないんで、草刈り機関係はもう泥勝負なんで、泥草腐れ錆勝負なんで、まあ動画見てる機械屋さんいたらこれ3万円ぐらいでお譲りしますよ。で8万ぐらいで売ったらいいじゃないですか、整備して。まあ何も YouTube とかで全然宣伝効果なければ、普通に需要なければうちはネット販売しますから、一応動画アップします。